アシュレディオ。さあ始まりました、アッシュレディオのお時間でございます。おはようございます。おはようございます。アッシュさん、一つ質問いいですか？ほう、早い早いです。オーラとは違和感である、これについてちょっと詳しく聞きたいなと思いまして。なんで？結構聞かれる機会が多いんですよ。聞かれる機会が、あなたが？ちょっと、だけどちょっとあります、ちょっとだけです。どういうこと？で、例えばお会いさせていただく方であったりだとか、アポイントさせていただく機会が、まあ、ちょっとあったんですけど、その時になんかオーラがありますねっていう風にもう言われたんですよ。ああ、その詐欺師だよ、その間に大体。まあ今いいですよ。だからそのオーラっていうのは、あ、僕にも出てるんだ。でもやっぱアシナさんはオーラとは違和感であるっていう風にいつも言ってるんで、例えば服装であったりだとか、そういうところで何か人と違う服装をしてるから、この人はオーラあるなっていう風に人は錯覚するのかなっていう風にすごい思ったんです、うん、なんですけど、そのアシナさんがオーラと違和感であるっていうのを、なんていうんですか、言語化したのはなぜなのかっていうところ。あー、はい、芸能人ってことじゃん。あー、なんかはい、オーラっていう言葉をさ、みんなすごく漠然と使ってるじゃん。漠然と使ってますね。で、僕そういうの結構昔から、はい、なんだろう、その理解できないものがすごく苦手で、理解したい。なるほど。オーラを理解したい。なるほど。オーラってなんだろう、はい、っていうことを多分少なからずみんな思った経験は1回ぐらいある。でも2回目ぐらいからもうめんどくせえと思って考えない。あ、僕はそういうのめんどくせえと思わずにこう突き進んだから、オーラ、僕もだからオーラすごいねって言われることもあって、はい、なんかわけわかんないこと言ってんな。なんか姿勢とかって言いません？ん？姿勢が。そういう、そういう。だったら姿勢がいいねって言ったらいいよ。確かに。そうですね。でも姿勢がいいねって言われてオーラって言うわけでしょ。はい。じゃあ姿勢がいい人を見たらその人はオーラが必ずしもある。そういうわけではないんです。あー、この考え方がすごく大事だね。あー。この考え方って今思ったけど、その、要は、はい、これだ、解決策はこれだってなった時に、はい、姿勢だってなった時に、じゃあ姿勢がいい人は必ずオーラがあるって言い切れるのかっていう。あ、そうじゃないんだったら姿勢じゃないんだよ、答えは。なるほど。っていうふうにしてちゃんと自分でその答えを検証していかなくちゃいけなくて。なるほど。で、ある日僕はどこだか忘れたけど、なんか芸能人を見た時に、はい、芸能人ってオーラがすごいとかテレビとかでよく言われるじゃん。はい。で、なんかたまたま芸能人、結構有名な芸能人だと思うけど、見た時に、はい、僕からしたら、はい、オーラじゃなくて、はい、あ、テレビの人だ、テレビで見た人だ、はい、っていう感覚ね、はい、でも隣のテーブルの隣の一緒に飯を食った人がなんかはオーラすごいな、あの人みたいさ、はい、でも僕にはオーラに見えなかったわけ。なるほど。だからそれは、なんだろうな、あ、テレビで見てる、ではスクリーン越しで見てる人が目の前に生身でいたら、はい、そこに違和感があるよ、すごい、なんだろう、自分が慣れ親しんだ空間に、はい、スクリーン上の人がいたらすごく違和感があるじゃん。確かに。あ、これがオーラなんだってその時思って。で、オーラとは違和感であるっていう、その違和感が心地よかったらそれはオーラになるよ。なるほど。その違和感が心地よくなかったら多分キモいやつ。なるほど。なんかレストランで裸の人とか見たら変なやつ。確かに違和感はありますけど、ただの違和感ですね。なるほど。だからオーラを出したいんだったら、はい、違和感を作ればいいし、はい、それはやっぱ人と違うこととか常識にないことっていう違和感だよ。その違和感だって言ってるのに違和感を再定義しちゃいけないんだよ。再定義しちゃいけない。そう、それが学習のミステイク。学習のミステイク。学習のミステイク。もう答えが出てるのに答えを違う答えを導いてる。違和感だって言ってるのに、違和感だって言ってるのに、違和感だって言ってるのに、何つったっけ今。その違和感っていうのはどうだどうだどうだっていう話。なんつったっけ具体的に違和感っていうのは。ん、違和感だって言って、あ、人と違うみたいな。人と違う。例えば髪型であったりだとか。あ、そうそう、違和感だって言って違和感を作ればいいんだけど、はい、人と違うってことに言い換えたで、今度人と違うとか言っちゃう。あ、なるほど。って言ってどんどん定義したはずなんだけど、はい、その違和感という定義がどっか行って人と違うことやろうと思って、はい、なんかヘズマリュウみたいになるわけでしょ。
なるほど。よくヘズマリュウさんの、あのさんの名前を結構聞くんですけど結構見るんですか。いや印象的だった、すごい。あ、すごい印象的だった。すごい印象的だった。迷惑系 YouTuber って出てきたのもあの人ぐらいで。あ、そうなんですか。すみません、大変申し訳ないんですよ、僕見たことないんですよ。僕も見たことないよ。ないんですか。ニュースで見たぐらい。あ、ニュースで、うん、その名前と顔とやってることの、はい、なんだろう、印象がすごいよね。あれはすごいマーケティング、マーケティングのブランディングだよ。 あれは素晴らしいと思う。あの外見でスーパーでなんか刺身をそのまくって名前がヘズマリュウでしょ。なんかヘズマリュウって響きがすごくコピーライティングとして、まあ、もちろんその印象のある名前なんですけど、うん、スーパーで刺身を食べたんですか。スーパーでなんかブリの刺身って言ったら、はい、刺身っていうか、あの切る前の柵の状態あるじゃん。はいはいはい。あの刺身になる前のこう、はい、柵、あれをそのままビニールビリって破いて、でそのまま食って、で食ってからお会計をする。うめえなこれとか言いながら、なんかそういうことですね。頭がいかれてね。だいぶいかれてますね。そう、でもそれも、はい、あの違和感じゃなくて、はい、人と違うことしてやろうっていうふうになってるんですよ。で名前が変わる。ただバグってしまう。なるほど。結構学習のミステイクするのが多いよ。ああ多いですね。答えが出たらもうそれ次っていうことですか。そう、答えが出てるんだけど、なんて言うんだろうな、因数分解されきってるんだけど、はい、まだその因数分解を解読しちゃう、解読っていうかそのバラしちゃう。余計なことしてるってことですね。そう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 、なるほど。そうなってくるとオーラの出し方もすごく難しいなと思うんですけど、芦田さん流のオーラの出し方、これをですね、ぜひ教えていただきたいと。オーラを出そうとしてる人は一瞬でわかるよ。わかるんですよ。オーラを出そうとしたら、人と違うことをしようと思うしかなくない。そうですね。例えば、なんか夜なのにサングラスをかけるでしょ。僕はかけない。いや、出そうとしたらね。あ、出そうとしたら。夜なのにサングラスをかけたら違和感があるじゃん。違和感ありますね。うん、そしたらオーラあるって絶対言われるよ。ああ。で、わけのわかんない、めちゃめちゃでかいネックレスつけたりとか、あー、なんか全身グッチの服着てみたりとか、確かに、なんかバカみたいにでかいカバン持ったりとか、はい、なんかそういうことしてたら、はい、違和感があるじゃん。確かに。じゃああの人オーラある人だねってなるんですよ。なるほど。でも芦田さんからしたらそれはもうオーラを出そうとしてる人ですよね。オーラがある人だなっていう感覚にならないじゃないですか。でも一般的にはそういう人がオーラあるって言ってるわけでしょ。そうですね。でもなんだろうな、それはオーラであって個性じゃないんだよ。個性っていうのは、はい、そのどんだけみんなと同じことを同じようにやったとしてもにじみ出てしまうものが個性。はい。結構営業の世界でもあるし、ビジネスの世界でもそうだし、はい、アートの世界でもデザインの世界でもそうなんだけど、はい、その個性っていうのがすごく足を引っ張ってるケースがすごく多くて、うん、個性っていうのは今言ってみたく、みんなと同じことをみんなと同じレベル以上にできるようになったときに、それでもにじみ出てしまうものが個性っていうのは。なるほど。にじみ出てしまうもの。でもビギナーのうち、みんなと同じレベルできないうちから、はい、やっぱ個性が大事だから、個性を磨くって言ってわけのわかんないことばっかりやってるやつじゃん。これはもう脳みそが失敗してる。なるほど。だからピカソも個性個性って言われてるけど、誰よりも絵が上手いわけ。なるほど。誰よりも同じようにもう絵を描けって、完璧な絵が描けるんだけど、それでもにじみ出てきてしまう、そのピカソ感があるわけでしょ。なるほど。それシュハリで僕も教わりましたね。シュハリして、そのシュハリなんか狙わなくていいんだよ。この人を超えようとかじゃなくて、この人を超えようとか、この人から離れようとかじゃなくて、うん、もうその人を 100% 真似して、100% 真似してでも絶対違う人になる。なるほど。それが個性。なるほど。だからそのレベルまでいかないと個性とか分かんない。なるほど。じゃあそのもうビギナーのうちから個性だ個性だなんてそんな言ってる場合じゃないと。例えばボーカルトレーニングとかも、はい、もう完璧に音を外さずに、はい、完璧に発声、低い音から高い音から完璧に歌えれるようになって、はい、それでも出てきてしまうその人感。あー、なるほど。 それが個性。なるほど。でもその歌が下手なくせに、はい、最初から個性を出そうと思っていや、これが個性だって言うと実力は全くつかないの。なるほど、確かに。結構、なんだろうな、学習のミステイクだね、それもね。学習のミステイク結構多い気がしますね。個性でしょ。はい。
あとはその違う言葉に置き換えてしまうから、はい、基礎よりも応用を先にやりたがるとか、そういうことかもしれないですね。応用ってやっぱ逃げられるんだよ、逃げれるんだよ。どういうことですか、その応用に逃げれるってことですか。応用ってのは逃げない、どこまで行っても基礎でしかない。仕事もそうだし、はい、スポーツもアートも全部全部基礎。なるほど、基礎があった上で、まあ、もちろん応用があると思うんですけど、まあ、じゃあとにかく基礎だけやればいいと。そうだよ、基礎をめちゃめちゃ積み上げていくと、はい、勝手にもっとこうした方がいいとたどり着くから。なるほど、そしたらなんか勝手になんか独自のなんかやってんの。なるほど、そしたらそれ周りからいつかすごい個性だねって言われるわけよ。なるほど、いや僕いやなんか、うん、やってたわけですけど。なるほど、なるほどな、そういうことか。確かにな、個性大事ですね。ありがとうございました。